ついに一面を真っ赤にできたぞ。なんかすごくやばい部屋感出てるね。血に塗られた部屋みたいだな。そんなことより、今日は二人に言いたいことがあるんだよ。ほうほう、ろくなことじゃなさそうだな。この町、月光宮城村なのに、月光が要素が皆無じゃん。確かにそうだな。というかなんで町の名前そんなんなの？だからマリサたちには月光が要素がある建築を、してもらいたいんだよ。まあフラダリカフェ作り終わって暇だから、別にいいよ。もらいたいって言うけど、お前は作らないのか？私は個人的に作りたい建築があるから一人でそれ作ってるよ。銅像かな？銅像だな。あ、そうだよ。銅像だよ。ただ今回は今までの苦肉の策で、作ってたようなものじゃなくて、本当に作りたかった銅像だよ。リガードンだな。十中八九リガードンだね。ちょっと、なんで最初からネタバラシするの？だってお前動画内でも散々リガードンリガードン言ってるじゃん。ついでに私の好きな不思議花の銅像も立てといて。く、見てろよ。絶対すごいと言わせてやるからな。言っちゃったな。とりあえず月光が要素あるもの、作ろうか。これで完成だな。よし、作り直しだ。なんでだよ。どこからどう見ても手裏剣じゃん。これじゃあポケストップかお墓にしか見えないよ。というかなんでダイヤブロックで作ったの？やっぱシンボルだし、高級感あった方がいいかなと。はいはい、今からちゃんとした材料取りに行こうね。おい、なんでエンチャントルームなんてあるんだよ。そりゃここ私の家だからね。シルクタッチ狙いで行くよ。はい、神。そこは動画的に外すとこだろ。お、本当に氷のまま取れてるぜ。押しっぱなしにすると気持ちいいよ。ああ、破壊欲が満たされる。なんか近くに城あるけど、どうでもいいや。もうこのシリーズで城一気ゼロだね。まあこんなもんだな。ガラスを組み合わせることでより立体感が出てるな。つうか、結局これも銅像なんだし、霊夢とやってること変わらないね。なら私が何か建て、私が作るから、マリサは材料取ってきて。へ、どうせ私は豆腐建築しかできませんよ。霊夢とマリサを足して2で割ったら、ちょうど良くなりそうなんだけどな。さて、今からここに学校を建てます。トレーナーズスクールか。そうそう。申し訳程度のポケモン建築だね。まあ今回で全てできるわけじゃないから、完成は次回に持ち越しだな。じゃあ村人 A が建ててる間することないし、コメント返信でもやるか。なになに、コメント返信、私もやるー。お前どっから出てきたんだ。ある程度できたから私もやるー。まあいいや、やるぞ。村人が意外とちゃんとした扱いだな。村人が一番ちゃんとしたものを建てる動画って何なの？そして私が建築無能キャラなのはなんでなの？レイトの方の実況はしないんですか？サンムーンではやるけど、ORAS はどうしようかな。もうシーズンも佳境に入ってるし、新作出るまではやらないと思うぜ。ウプ主さんはハッサムのことどう思いますか？メガハッサムって文房具みたいだよね。アニメでリガードンが地球投げを失った時はどんな気持ちでしたか？こんな感じです。とりあえず内装だけできたよ。なんか塾みたいだね。これは BW のトレーナースクールだな。半ブロックの上にブロック置くと、浮遊する性質を利用して、机を作ったよ。やっぱ村人 A さんがいると、ちゃんとしたものができるね。なんかとても惨めな気分になってきた。そういえば私たちのこの動画での、目的って建築技術の、向上だったよね。ははは。ははは。サナエさんに怒られちゃうー。ところで、霊夢のリザードンは完成したの？完成はしてないけど、ある程度のとこまではできたから見てみて。じゃじゃーん。そうきたか。ドットのリザードンか。よくできてるじゃん。立体は時間と資材が膨大に、必要だったからこういう形式にしたよ。あとは顔をつけるだけだね。それにしてもとてもシュールな街になったな。そうだね。変だけど賑やかになってきたよね。ほぼ銅像のせいだけどね。おい、霊夢、マリサ。フラン、なぜここに？誰この人？ちゃんと建築してるかと思えばこんな銅像ばかり。このことを上層部が知ったらどうなるかわかってるのか？上層部って、こいつらなんかの組織にでも所属してんのか？つうか、フランは何しに来たの？もしかして町の観光？ちげえよ、
私はお前たちを召集しに来たんだ。上の奴がお前らの成果を聞きたがってるしな。まずい、こんなおふざけ建築ばかりと知られたら。おい村人A、この状況なんとかしてくれ。私全くこの状況がつかめてないんだけど。とにかく、すべこべ言わずこい。くらえ。どっからそれ出したんだよ。わかった。とりあえず行くよ。霊夢。ただし、リザードンだけ最後に立てさせて。しょうがねえな。そんくらいならいいぞ。ありがとうフラン。あれ？そういえばこいつらがどっか行ったとして、その後私はどうなるんだ？ああ、生拳。この生拳、3D だけどどっから持ってきたんだ？これね、ウプ主の友達が作ってくれたんだ。すげえな。そういえば次回最終回だけど、こんなことしてていいの？いいよ。どうせ次シリーズあるだろうし。メタ発言いくない。